グランフロント大阪でございます。グランフロント大阪の5階に、克美さんがあるんですけども、まもなく退店されるということでございます。場所はこちらになります。取材許可を得ましたので撮らせていただきます。実はですね、皆さんご存知かと思うんですけども、克美大阪店が移転されるんです。今度2022年10月23日日曜日までの営業となっております。この一定期間なんですけど、こういうさよなら感謝セールっていうのをされています。ちょっとね、寂しいんですけども、私なんかこう会社の近くなので、たまにねこう寄ったりして見てたんですけども、鉄道模型あんまり買ったりはしないんですけどね、どんなグッズあるのかなとかですね。実はこのお店のもう一つ素晴らしいところはですね、写真も飾ってるんですよ。多分お客様の写真なんですかね、はい、あと最後お写真を眺めたいと思います。ちなみにこの写真ってお客様から頂戴した写真なんですか？店員さん、スタッフさんのめちゃくちゃ上手ですね。あ、そうやったんですね。以前からそうなんですか、これ？あ、そうですね、はい、ちょっとリフレーズごとくらいでね。あー、素晴らしいです、はい、ということでね、10月23日でこの大阪店は移転になります。移転する場所はどこになるんですかね？もう出てましたっけ？もしチラシとかありましたら、これですか？今度移転する場所は、最寄り駅はどこになるんですか？西梅田ですね。西梅田が一番近いですね。なるほど。で、北新地。はいはい、承知しました。この移転後のオープンはいつになるんですか？11月の19日からですね。11月19日から、はい、はい、承知しました。ご丁寧にありがとうございます。最後まで頑張ってください、はい、ありがとうございます。なんか鉄道開業150周年記念商品なんかもあるんですね。金ピカの車両ですね、はい、これゼロ系新幹線のすごいね、登場時の完成品ですって。鉄道模型も奥深いですね。